皆様、こんにちは、テクノアイです。今回の動画では、バムで作成したオリジナルの 3D キャラクターを、アンリアルエンジン上で実際に動かす手順をご紹介します。ゲームエンジンに取り込むことで、オリジナルの 3D キャラクターが、走る、ジャンプする、インタラクションするなど、リアルタイムで自由自在に操作できるようになります。自分だけのキャラクターが、 まるでゲームの主人公のように動き出す瞬間をぜひ体験してみてください。なお、今回の動画は前々回のバムのモデルからテクスタ付き FBX を作成する方法、および前回のバムモデルを自動リギングしてユニティで動かす手順、この2本の動画をご視聴いただいていることを前提に構成されています。どちらもバムで作成したオリジナルモデルの活用範囲を大きく広げる。 非常に有益な内容となっていますので、まだご覧になっていない方は、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。また、動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価をいただけると、制作の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本店では、初心者の方にもわかりやすく、順を追って丁寧に解説していきます。それでは、ぜひ最後までご覧ください。 それでは、バ a m のモデルをアンリアルエンジンで動かす方法について、全体の流れをご説明します。前々回の動画では、バ a m のモデルからテクスタ付きの FBX を作成する方法をご紹介しました。今回は、その FBX ファイルを Blender で開き、不要なパーツを削除するなど、事前準備を行います。続いて、自動リギング済みの FBX をアンリアル用にエクスポートする手順をご紹介します。 なお、自動リギングの手順については前回の動画で詳しく解説していますので、今回はその説明は省略します。そして、今回のメインテーマとして、アンリアルエンジン5.54デバムのモデルを動かす方法を実際の操作と共にご紹介していきます。こんな流れで進めていきますので、ぜひ最後までご覧ください。過去の動画で、 バムから FBX ファイルを作成しましたので、今回はまずそれをブレンダーで開きます。そして、アンリアルエンジンにこのモデルをインポートしていくわけですが、実際にやってみると、少し厄介な部品が混ざっていて、かなり苦労しました。特に問題だったのが、002のオブジェクト、アイリフレクションです。これをアンリアルで取り除く方法がわからず、かなり時間を取られました。 このアイリフレクションは、ブレンダー上でオブジェクトを右クリックしてデリートで削除します。もう一つ削除すべきなのが011のコルニア、いわゆる角膜です。これがあると目が白くなってしまいますので、これも同様に削除します。この二つを削除した状態で、FBX として再エクスポートします。 エクスポートの際には、パスモードをコピーに、隣のエンベッドテクスチャーズアイコンも有効にして、ファイル名を指定して保存します。次に、オートリギングの工程ですが、こちらは前回の動画で詳しく説明していますので、 今回は詳しい説明は省略します。エクスポートするときに、ターゲットアプリケーションをアンリアルにし、エンデッドテクスチャはチェックしないでエクスポートします。それではアンリアルエンジンを起動します。まずゲームをクリックし、サードパーソンを選択。プロジェクト名はアムツーアンリアルエンジンとしました。作成ボタンを押してプロジェクトを開きます。 アンリアルが立ち上がったら下部にあるコンテンツドロワーをクリックしコンテンツブラウザを表示します次にキャラクターズフォルダ内に新しいフォルダを作成し名前は BAM にしますこの BAM フォルダに 先ほどは距離具でアンディアルようにリギングした FBX ファイルをドラッグアンドドロップします。インポートコンテントダイアログが表示されますので、オフセットユニフォームスケールの値を1.07に設定します。これは後に、IK リターゲット時にスケールが合うようにするためです。設定が完了したら、インポートを実行します。インポート時に、 ワーニングが出ますが問題ありません。無視して進めて大丈夫です。インポート後、最下部にあるスケルタルメッシュを右クリックして、後で名前がわかりやすいように SKM、WAM に変更しておきます。このスケルタルモデルをビューにドラッグして、顔をズームアップしてみると、まつげが透過されていません。 そこで、コンテンツブラウザの上部にあるまつげ用のマテリアルをダブルクリックして、マテリアルエディターを開きます。一番右のノードを選択し、ブレンドモードをトランスルーセントに変更します。その上で、ディフューズカラーマットのアルファチャンネルをオパシティへ接続します。これで透過処理が適用され、 まつ毛が自然に表示されるようになります。メニューの適用ボタンをクリックして確定します。なお、一番右のノードを選択することで、ブレンドモードが表示され、ブレンドモードをトランスルーセントに変更することで、一番右のノードにオパシティが表示されます。続いて、 コンテンツブラウザから SKM バムを右クリックし、作成するから IK リグを選択します。生成された IK、SKM バムをダブルクリックで開き、IK を自動作成、リターゲティングチェーンを自動作成と順にクリックします。アンリアルでは、ペルビス、 つまり骨盤がルートボーンになりますので、それを右クリックしてリターゲティングルートに設定を選びます。この状態でアセットを保存しておきます。次に、同じキャラクターズ内にあるマネキンフォルダを開きます。マネキンフォルダは2つありますが、バージョン5用の下の方を選びます。その中のリグズを開き、何もないところで右クリックし、 アニメーションからリターゲッティング、IK リターゲッターを選択します。名前は r t g バムにしておきましょう。r t g バムをダブルクリックして開くと、リターンゲッターエディターが表示されます。まずソースには IK マネキン。 ターゲットには先ほど作成した IKSKM バムを指定します。モデルが若干ずれて見える場合がありますが、これは足が地面から浮いているせいです。ランニングリターゲットを一度クリックして編集モードに切り替え、 自動整列の三角ボタンからすべてのボーンを整列を選ぶことで位置が自動で調整されます。その後、チェーンの自動マップをオンにし、すべてのマップを完全一致でマッピングを自動化し、最後に保存します。 次は、アニメーション用の新しいフォルダを作成します。名前は、アニメーションにします。マネキンフォルダ内のアニメーションズフォルダを開き、ABP マニーを右クリックして、アニメーションをリターゲットを選びます。 ソースはそのままでターゲットを SKMBAM に指定しアニメーションブループリントに b p マニーを選択しますアニメーションをエクスポートをクリックしエクスポート先に先ほど作ったアニメーションフォルダを選びます再度エクスポートをクリックし オプションを確認してさらにエクスポートをクリックして完了です。あらかじめ申し上げると、MM ランドというジャンプ後の着地アニメーションが壊れていますが、これは無視して構いません。後ほど自動的に修正されます。次に、コンテンツブラウザでサードパーソンからブループリンツを開き、 bt3rd person をダブルクリックします。デフォルトではイベントグラフが開きますが、隣のビューポートタブに切り替えます。ここで修正すべき項目は2箇所。まず1つ目は2目クラス、矢印から a b p マニーに変更します。 2つありますが上の方を選びます次にスケルタルメッシュアセットの項目で自分が作成した SKM バムを選択しますこれで新しいモデルが適用されアニメーションも再生されるようになります 最後にコンパイルしてエラーが出なければ OK です。再生ボタンを押せば実際にキャラクターが動いているのが確認できるはずです。まつげを確認するためにシーン流に配置したスケルタルメッシュが残っている場合はもう必要がないので再生をエスケープで止めてシーン流から削除します。なお、 コンテンツブラウザ内のスケルタルメッシュは絶対に削除してはいけません。再度再生すれば、新しいキャラが動きます。ダブルキーで前進し、ステースキーでジャンプします。この時点では着地するとモデルがひどく破壊されますが、プロジェクトを一度閉じて開き直すことで自動的に修復されます。 プロジェクトを再起動後にアニメーションを確認すると、なんと何もしていないのに修復されています。再生して動作を確認します。F11 キーで全画面表示にすれば、動きもよりわかりやすく確認できます。再度 F11 キーで全画面を閉じます。走ったり、ジャンプしたり、着地したり、元気に動き回ることができました。 なお、再生を終了するときはエスケープキーを押します。いかがだったでしょうか皆様はアンリアルエンジンでオリジナルモデルを無事に動かすことができたでしょうか初めてアンリアルに触れる方にとっては少し難しく感じられたかもしれません。ですが、私自身がつまずいたポイントには全て解決策を盛り込んでありますので、動画の手順通りに進めていただければ、 きっと大丈夫だと思います。さて、この後 AI で作成した赤ちゃんの 3D モデルをバムに取り込んだエンディングソングが流れますので、ぜひ最後までご覧ください。当チャンネルでは、3DCG や AI、動画編集などに役立つ情報を発信しています。今後の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また、私のサブチャンネルの やってみるのチャンネルでも動画を公開中です。3DCG や音楽好きの皆様に特におすすめの内容となっています。動画下の概要欄にリンクを掲載していますので、ぜひ遊びにいらしてください。それでは皆様、ごきげんよう。 「な光新しい命がここに生まれて」「世界が少し優しく変わる」「ありがとう命の奇跡」「君が来てくれて僕は満たされる」「その笑顔が未来を照らして」 Assim. 「共に歩くよ」 「君が教えてくれた永遠の絆」